あ、すいません、はじめまして。避難校舎の、代表してきました、今回提案させてもらう事業としましては、南方シャルというのはもうかなり古い市場で、もう60年以上やっている市場なので、地域に根付いた、ものをなんか提案できないかということで、年間を通して1年間で毎月の行事っていうのを大切にしたいなと思いまして、で1年間毎月1回ずつ、イベントを開催しようかということを考えました。まあ、1月は刈谷市にお住まいの助田千代和子さんによるチャンバラショーの開催、2月はバレンタインがあるのでチョコレートのプレゼント事業で、3月は桜の花を咲かせましょうと言って、まあ、これは、夢を、花びらに見立てまして、大きくこう、木を、店の中にこの木を描いたものを作って、そこに皆さんの願いを書いたものをこう提示していって、まあ、それを書いてくれた人にはちょっとプレゼントをまたしようかという、そういう授業です。で4月はゴールデンウィークの県内のクイズラリーということで、これは県内にいろいろな商品がございますので、それを活用して、クイズを出していって、クイズラリーを開催させていただこうかと。そして5月は母の日がございますので、近隣の、幼稚園との連携を させていただきまして、母の絵の展示で、5月はそれにもちろん母の日だけでは不公平になるので、父の日ということで、父の日の、父の絵の展示ということを考えております。で7月は七夕で、さっきの桜の木と若干似ているかなと思うんですけど、こっちの方七夕 の夢を描いて、笹の葉を用意して、笹を用意して、で短冊を、これもまた短冊で願いを書いてくれた方には、粗品を差し上げようと。で8月は縁日、やっぱりこう、祭りも長いこと、コロナの影響で遠のいていますので、縁日を県内でヨーヨー釣りとか、そういうものを、やりたいなと考えております。で8月は敬老の日の健康診断、血流のなんとか、なんていうのかな、血流を測っていただいたり、野菜をちゃんと取れてるかとか、そういう機器をうち、に出入りしている業者が持ってはりますので、それをこう活用して、年配の方から、若い方にも来てもらって、で、敬老の日はその健康診断をさせてもらおうかなと思ってます。で10月はハロウィンがございますので、お化けかぼちゃ、大きいかぼちゃの、多分皆さんちょっとイメージ見た時にこう重さっていうのをちょっとイメージ取りにくいと思うんですけど、すっごくいろんな重さがあるんで、それの重量当てをしてこう、順位をっていうか、それに景品をつけて、で重量当てをしたいと。で11月は文化の日で、これも4月のゴールデンウィーク店内にちょっと近いかもしれませんけど、これは文化の日で、クイズラリーで文化の日に 特化したようなものを少しまだ見つめないといけないですけど、そういうものをちょっと考えております。で12月は年末ジャンプ宝くじで、皆さんに楽しんでもらえるように、ガラガラとかっていうのはよくあると思うんですけど、宝くじ形式にして来ていただいたお客さんに還元をさせていただくのも、もちろん楽しんでいただくというような企画を、考えております。はい、以上です。あ、
はい、ありがとうございました。それでは質疑の方に移らさせていただきます。委員の皆様よろしくお願いいたします。どうプレゼンテーションありがとうございます。ちょっと聞きをしたいんですけど、南光社類さんとですね、リストを見ていただいた、割とたくさん の業者さんといいましょうか、薬局さんとかというのが入ってらっしゃいますよね。現状のですね、その南光社類さん全体 の売り上げというのはなんですけれども、なんかこの儲かってますかみたいな話ですけど、それはどうでしょうね。そうですね、南光社類は今波もあって、今はそこそこお客さんもコロナ以降もちょっと持ち直しっているんですけど、やっぱりコロナの影響もあって多少苦しいところもあったので、こういう事業を活用させていただいて活性化させていただければ非常にありがたいなっていう面、側面も捉えて、皆さんに参加していただく、若い子からお年寄り、言ったら3世代、もう60年もやっていたら3世代、4世代のお客様が来ていただいているので、そういうお客様を取り込ん でまだ若い世代にもうちの一番人の魅力を感じていただいてもらえるのはありがたいなと思っています。はい、何点かございます。あと何点かあるんですけど、それぞれのご商売されている方のですね、その次の後継者の方はいらっしゃるのかというお考えなんですが、それどうでしょう。去年おととし、僕も3年前にこちらに来させてもらって、前の代から引き継がせていただきました。で、今大体平均年齢が40、中盤ぐらい、今働き盛り の従業員というか社長がみんな個人経営になっているので、社長が大体40代後半から大体50、平均多分50を切ってるぐらいの年代やと思うんですよ。あと10年はちょっと言い方悪いけど、あと10年はもうこの体制でも十分にやっていけるかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。実は僕今日も大体毎日しましょうか、こっちにお邪魔するときはですね、 JR の下関から歩いてこれですけど、ね、今実は南光社の前を通ってですね、ちょっとお菓子を買ってそれから来たんですけども、なかなか普段からお客さんはいらっしゃるなという、そういう印象を受けましてね。で、今回のプロジェクトをちょっと拝見させていただいたら、様々にいろんなことに取り組みされていて、でおそらくですね、今回の米市収支予算書の中の、広告料ってありますよね。その広告料っていうのはこの新聞売り込みなんだけれども、それはそれぞれの毎月のですね、このイベントの案内のチラシが中心だと思う。それはそういう認識でよろしいですか。はい、それともう一つですね、ちょっと気になったのはですね、一番収支予算書の一番下の方に、例えばこの景品バレンタインチョコとかですね、かぼちゃっての、商品券とかあるんですけど、これちょっと金額少なくないのかなっていうのはちょっと僕は素朴な印象なんですけど、もうちょっとその商品とかですね、景品を上げてあげた方がお客さんとしてはですね、インセンティブがいこうという働くのではないかと思うんですけど、それはいかがでしょう。こちらの方に関しましてはチョコレート代っていうのは、うちはもちろん仕入れさせていただいて、問屋さんとも仲良くさせていただいてますので、この点は問屋さんからこう分けていただけるものとか、そういうのを活用させていただくことによって、消費代金っていうかもう安く上げさせてもらう。で、かぼちゃに関しても八百屋さんがもちろん原価で分けしていただける、多分皆さんが思っているよりも安価で手に入るんではないかということで予算を組ませていただいてます。だから多少の予算の状況はあると思うんですけど、一応お客様に満足いただけるような品揃えというか、そのぐらいの商品は揃えたいなとは思っております。はい、ありがとうございます。はい、
はい、プレゼンありがとうございました。ありがとうございます。お聞きしたいのはこれ、年間通じて月1回の、地域密着的な文化イベントとも言ってもいいかなと思うんですけれども、これ過去に今までこのようなイベントはなさって今回初めてなんでしょうか。こちらの方にございます12の項目の中ではほぼほぼ初めての企画がありますが、1月の、チャンバラ賞というのは、これはコロナ前までは開催しておりまして、コロナからもう遠ざかってたので、この機会にちょうど来ていただいて、地域の近隣に住んでおられる方なので、で、それの宣伝っていう言い方も悪いですけど、そういうのも兼ねて来ていただく、ボランティアで来ていただけるということなので、そうですね、そのくらいですね。はい、あと縁日も1回昔これもコロナ前に開催させていただいたことがあるので、ある程度のノウハウをこちらは持ってますので、その分 こちらも滞りなく行えるのかなという認識で加えさせていただいてます。はい、コロナ前までこういろいろこういうイベントをされてたということですよね。ほぼほぼこういうイベントをやってるのは今言ったチャンバラ賞と縁日ぐらいのものですかね。だからこういう年間通じて毎月イベントを今回が初めて。そうですね。なるほど。はい、将来的にね、例えば、サブレー承認会さん近くに、先ほど発表していただいたアジールさんとかね、そういう地域のNPO の方々と、なんかイベントを一緒にやっていくとかいうことは、将来何かお考えでしょうか。それは機会があれば、もちろんそういうのも、このチャンバラ賞の方もそうですし、地域の方との交流がもう、そういう交流があっても、僕はすごくいいと思ってます。ただ、はい、その支障がなければ、前向きに検討したい、行きたいと思ってます。はい、分かりました。また事務局の方、橋渡しお願いします。プレゼンありがとうございました。ありがとうございます。私は、ちょっと予算書からちょっと質問したのでして、一応その予算書で支出の部ということで、広告費用を120万はい、されておりまして、12回の新聞オリコンというところで、多分このイベントとの、広報されるかなということを思っているんですけども、大体そのどれぐらいの人口に対してそのオリコンその支援を利用するかなということと、もう一つ先ほどの商業連合コラボレートでね、なんかアプリをすでに利用されてると。ちょっと先来たんで、ちょっと、確認できてない、ごめんなさい。その辺を利用できないかなというところ で、はい、そうですね。その辺をちょっとお聞きしたいなと思います。すいません。はい、すいません。ごめんなさい、コラボレートを言いかけたんで、そのコラボレの話はもちろん、さっき言ったのと一緒で、協力できるところがあるならば、共同でやっていって、それは盛り上げ地域を盛り上げることっていうのはすごくいいことだと思ってるんで、それももちろん考えさせていただければありがたいと思ってます。それと今言わせてもらった広告料の件なんですけど、広告料大体、1回に101,270円っていうのを計上させていただいてるんですけど、大体うちも毎月に何回か広告を入れさせてもらってるんですけど、これをやることによって、その広告の紙面の作り方っていうのは、やっぱり早速これを大々的に入れるということで、少し大盤になってくると。その時の予算としては、やっぱり経費がこのくらいかかってくる。地域で言うならば、大体、そうですね、道路を渡って、
外間より内側、こっちは清滝の方までは行かないんですけど、そうですね、清滝まで行かないぐらいですね。万代の方まで、万代ぐらいまでぐらいですね。のそのぐらいの地域、ちょっとまあ、土地勘のない人にはちょっと分かりにくい表現をさせていただきましたけど、まあ、広告をそれで大体、1万枚を用意させていただいて、でその、まあ、入らないところももちろんございますかとは思いますけど、まあ、もっと出せれば出せる方がありがたいんですけど、まあ、あまりにも予算を使うのもうちも支出が多くなってくると、ちょっとやっぱりさすがに苦しいかと思いますね。大体1万枚を計算させていただいています。はい、まあ、1万枚で言いますと、まあ、数、まあ、一見とすれば人口で言うなら3分の1ぐらいの方には家族にあらわせるのか、まあ、こう伝わる。わかりました。はい、わかります。それでは質疑は以上となります。これで終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。